はい、K です。今回はブランド復帰、平イ復帰時期判明し、故障者最新情報ということでですね、えー、今回はね、ライオンズの故障者情報についてですね、まあ、久々にね、まあ、野手、投手ともにですね、まとめましたので、いろいろと本当に最新情報も入ってきておりますので、まあ、そこも含めてですね、話していきたいと思います。まあ、今ね、本当にライオンズめちゃめちゃ故障者多くてですね、まあ、ちょっと三軍も解体危機みたいなところまで迫られておりまして、まあ、本当に大変な状況なので、まあ、今ね、えー、皆さんもね、この選手どうなって のかなっていうのは結構心配な人もいるんじゃないかなっていうふうに思いますから、まあその選手たちが今どういう状況なのかっていうところを今日はまとめたので話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。 はい。それではですね、西部の故障者情報ということで、まずはピッチャーからね、見ていきたいと思います。え、ピッチャー一人目が海野投手ですね。まあ、結構海野投手のことをね、心配している方は多いのかなというふうに思いまして、まあ、僕の配信動画でもね、海野はどういう状況なんですかっていうところが、まあ、結構ね、ちらほら聞かれたりはしているんですけれども、右肘のコンヒ、コンディション不良でですね、4月下旬に登録を抹消された海野投手なんですが、まあ、5月17日にね、復帰当番を2分で果たしました。で、その後ね、まあ、一応その5月17日の当番ともう1試合投げ、 ただまあ、トレセンにいるのはね、確認をされておりますので、まあ何かしらね、こう、リハビリだったりとか、まあそこに向けて頑張ってはいると思うんですけれども、まあなかなかね、まだまだやっぱりこう、実践復帰だったりとか、まあ一軍昇格っていうところには至っていない状況で、まあどのくらいかかるのか、まあしかもね、またこれ再発してし,てしまっているような感じになりますから、 ま、右肘っていうところでね、かなりシビアな部位にもなりますので、ちょっとね、彼は本当に心配かなというふうに思います。え、続は、肌投手ですね。肌投手、体調不良で登録を抹消されたんですが、え5月26日の2軍戦で復帰登板を果たしました。まあ、3回3失点だとということでね、まあ、復帰登板ということだったので、病み上がりだったので、そんなにめちゃめちゃ良かったってわけではないんですけれども、まあ、一応体調は治っても投げれる状態になっているということになります。 え、続いては、タイラー投手ですね。ま、タイラー投手もね、結構皆さんね、心配している方多いんじゃないかなと思います。やっぱり先発の柱として活躍が期待されている中で、えー、5月9日に右前腕の張りで登録を抹消されてしまいました。で、復帰時期は未定だったんですけれども、えー、本人がですね、えー、自身の X で7月の復帰を目指しているということをね、表明しておりました。なので、まあ、7月に向けて結構慎重に調整していきますみたいなことを言っていたので、やはりま、V が V だけにね、官民本人もま、慎重に進めているのかなというふうに思いますし、 まあ実戦復帰は4月ってところを考えると、来月下旬あたりになるんじゃないかなというふうには思いますので、またちょっとね、ここら辺は、まあ長くはなりそうですけれども、見ていきたいと思います。え、そしてピッチャー最後、森脇投手ですね。森脇投手がですね、昨年夏に右の上腕を手術して育成契約をしました。で、前回ね、森脇投手、まライブ VP に登板したよって話をね、確かしたと思うんですけれども、え、ようやくですね、25日の3軍の試合で、今シーズン初の実戦登板を果たしまして、1回1打三振無失点ということでね、まあしっかりとね、 ようやく試合で投げれる段階まで来たといあ、ここからね、もう少しやっぱり強度を上げていって、まあ、もしかしたら2軍の試合でも投げるかもしれないですし、まあ、連投とかをやっていきながら、まあ、6月中か、まあ,あ、るいは7月にはね、間違いなく試合が登録、そして1軍登録っていうところもできるんじゃないかなというふうに思いますから、まあ、無理やくとし本当にね、中継ぎの柱として活躍期待されていますからね、まあ、今後もね、慎重に、まあ、なおかつね、しっかりと治るように頑張っていってほしいなというふうに思います。 はい、続いてはね、野手陣見ていきたいと思います。まずは一人目、岡田選手ですね。岡田選手はまあ25日の三軍戦で今季初のスタメンマスクをかぶっております。まあ、ちょくちょくね、もう試合には出たりしている中で、なかなかね、こう、フル出場っていうところがま,まだできていないという状況になっておりますので、まあ、そこがまずできてこないとね、1軍っていうところは、 ま、話し入ってこないのかなっていうふうに思いますから、まあ、そこがね、まあ、いつごできるのかと,いうところ注目していきましょう。えー、続いては山村選手ですね。4月中旬に肉番で登録を抹消されていましたが、すでに練習は再開しておりまして、30日の三軍の試合でベンチ入りもしておるいるので、まあ、そろそろね、実戦復帰にもなってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、山村選手ね、結構本当に僕のコメント欄とかでも、まあ、早く戻ってきてほしいってことを言っている方も、まあ、多くいらっしゃって、まあ、心配な方も多いと思いますが、まあ、もうすぐ戻ってくると思いますので注目していきましょう。 えー、続いてはアギラー選手ですね。今月8日に右足首を痛めて登録を抹消。トレセンにいることは確認されているんですが、復帰時期は未定ということでね。まあ、ちょっといつ頃復帰するのかってところはまだわからないんですが、まあ、帰国とかね、施設がちょっと出ていますけども、帰国はしていなくて、まあ、一応トレセンでね、多分リハビリなのか治療を行っているという状況です、えー。続いてはブランドン選手ですね。ブランドン選手、4月の上旬に足の張りで離脱しましたが、 30日の三軍戦で実戦復帰を果たしました。1ラス1安打ということでね、守備にもついて結果を残したということで、まあ彼はもう本当にそろそろ戻ってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、続いては村田レオン選手ですね。村田選手は今月中旬に工事人体損傷で長期脱になったんですけれども、自分のね、X に左足にサポーターをつけながらね、T 打撃を再開している動画っていうのをアップしておりまして、 まあ順調に回復はしているみたいですね。はい。まあなのでね、まあちょっとね、もうバッティング練習も軽くできているということなので、まあ今シーズンの終盤ぐらいにまたね、戻ってこれたらいいのではないかなというふうに思います。 えー、続いてはガルシア選手ですね。ガルシア選手、ちょっと詳細わかんないんですけど、30日の試合、3軍の試合でですね、ベンチ入りだったんですが、ベンチ外だったということで、何かあったのではないかというふうに言われてはいます。ちょっとこれに関して詳細は不明です。えー、そして続いては平沼選手ですね。まあ、こちら最新になりますけれども、平沼選手、5月31日に太ももの裏の張りで登録を抹消されてしまいました。ま全、あ、治は不明ということで、ちょっとどの程度なのかはわかりませんが、まぁ走流の時にね、ちょっと、えー も痛めてしまっってて途中交代でそこからとといいうことになししまいま,したまあ、平沼選手ちょっとね、ここまで結構いい活躍してくれていただけにね、まあ、これはちょっとね、まあ本人も悔しいと思いますし、まあファンとしても結構ね、悲しいところなのかなというふうに思います。 はい。続いて、若林選手ですね。若林選手も急性腰痛でね、登録を抹消されていましたが、えー、今日のね、2軍の試合からベンチ入りしておりました。なので、そろそろ実戦復帰すると思います。なんならもう本当に明日、明後日、今週末のどっちかには絶対に実戦復帰すると思いますので、ちょっとそこも注目していきましょう。はい。まあ、こうやって見るとね、とにかくやっぱり故障者が多いっていうのがね、わかるかなと思いますね。 まあ特にやっぱりね、主力の選手だったりとか、結構一軍で活躍が期待されている選手でね、結構怪我人が出てしまっているのがあるかなというふうには思います。まあただね、まあちょ順調に来ている人もいれば、まあなかなかちょっとね、心配順調に来ていない人もいるっていうところなので、まあ、また新たなね、故障情報何か入りましたら皆さんにお伝えしていけたらと思いますので、まあ一日でも早くね、全選手がしっかりと回復することを願って、今後も見ていきたいと思います。以上です。 はい今日も最後までご視聴いただきありがとうございました今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話ししていきますえ少しでも動画がいいと思ったらグッドボタンチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますえツイッターも毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください